これはクジラの声。この52Hz のクジラの鳴き声は他のクジラたちには聞こえない。世界で一番孤独なクジラって言われてるんだ。お父さん、お父さん、誤嚥性肺炎を起こしてます。あんたのせいよ。お父さん殺そうとしたんでしょう。お子さん預かってます。あんなもん産むんやなかった。あいつは虫けらみたいにポケットしちょんだけや。違う、違うよ。ねえ、どうした？あんた変だよ。なんで死のうとしたの？お母さんがお父さんじゃなくて私が死ねって、お前が死ねって、だから私死のう。いい、三島さん、新しい人生を生きてみようよ。生きたい。もうキコさんを自由にしてあげてください。人はきっと生まれ変われる。僕の恋人は幸せにしてあげたいんです。切ない痛みの先で人はもっと優しくなれる。僕はキナコの幸せを祈ってる。その声はきっと届く。私覚悟を決めたんだよ。聞かせてよ、あんたの声を。私が守るから。52Hz のクジラたち。